ごきげんよう。まみむめもさやかです。それでは今回はですね、イエルムの絆クエストをしようと思って、お仲間にしようと思ったんですけれども、で、ついね、録画ボタンを押すのを忘れてっていうか、なんか不意にちょっと撮っちゃったんで動画になってないんですけれども、前足がどっちかの足を動画内で撮って、どっちかの足をアピスのオーバードを探すときにポロって撮ってたんですよという報告です。で、なんか会話が変わってたんで、これから絆クエストやりますよ。ではイエルブの相棒という絆クエストをやろうと思います。レベル50の受注可能レベルって結構高いね。両足、左腕、ここまで見つけてくれたんだな、相棒。あとはあいつの体と頭だけだな。なんかそう言うとなんかちょっとグロいんですけれども、右腕を見つけてないと疑問を口にする。あ、なるほど。伊藤有の言葉、ちょっと疑問持ってみたい。実はよ、右腕は俺が持ってるんだ。あ、そうなんだ。白芸が墜落するとき、爆炎に消えるあいつのドールを見てよ。あいつとはもう二度と会えないんだって覚悟を決めたよ。だけどな、墜落の衝撃で気を失って目が覚めた。俺を守るみたいに体の上にこの右腕が乗っかってやがった。本当、どこまでも面倒見のいいやつだよ。そんなやつがよ、俺を見捨てて勝手に先に行っちまうわけがねえだろ。なあ、頼む、あいつを探すのを手伝ってくれないか。この4つの手足の落下地点から今までよりもっと詳しくあいつの落ちた場所を割り出せるはずなんだ。幼馴染は死んでいる可能性が高いと事実を告げる。の腕っていうのもさ、どの辺までなんだろう。付け根からなんかな。イエルブの気持ちを汲み静かにうなずく。ありがとうよ。きっとあいつ寂しがってるはずだ。早く迎えに行ってやらなきゃな。まずはエレオノーラに落下地点の予測を聞きに行こうぜ、相棒。なんかシリアスな予感。行きましょう。はい、来ました。イエルブ、今日はどうしました？切羽詰まった顔して、いつにも増して怖いですよ。今日は無駄話はなしだ、エレオノーラ。すぐに調べてもらいたいもんがあるんだ。今から送る4つの手足の落下ポイントから本体が落ちた可能性が高いエリアを割り出してもらいたいんだ。あら？それってあなたの相棒が探してたお友達の体ですか？はい。なんでそいつを？お前、エレオノーラに喋ったのか？え、知らない。話してないという。記憶喪失というのは便利ですね。いや、でも否定しましょう。お前はこういう大事なことで嘘をつくやつじゃないってのは分かってる。だって言ってないもん、そんな。エレオノーラ、何を調べやがった？あなた方の全てを知る私に分からないことはないんです。怖い。任せてください。それならすでに全て割り出し済みです。何者なの？細かい情報もあなた方が設置したフロンティアネットから取得できました。なんて、どこまでおせっかいなんだ、クソ。おせっかいっていうか裏ボス的存在に見えてしまうよ。エレオノーラ、今回だけはてめえのおせっかい感謝させてもらうぜ。これも仕事ですから。半端ねー。詳しい座標は後でお送りしますが、その方は忘却の警告にいらっしゃる可能性が高いようです。そんなところでぼんやりしてやがったか。よし、すぐに行くぞ。あのマイペース野郎の面、一発ぶん殴って NLA に連れ帰るんだ。ちくしゃ、きつい一発くれてやるから覚悟してろよ、バカ野郎。
なんかすんごい新鮮。なんだろう、すごい必死だね。なんだろう、なんかいいですね。では行きます。てか目的地付近がさ、さらっとオーバードアイコンなんだけど、何がいるんだろう。ここチェックマークついてるから何がいるかわかんないんだよね。あ、こんなとこ穴あったんだ。知らなかった知らなかった。なんか道路みたいなのあるね。あ、本当に知らなかった。恥ずかしい。座標からするとこの辺りのはずだが。おい、ん？あれ人じゃないか。マジ？本当だ。やっぱりあいつ動いてる。生きてたんだ。こんなところで一人でタフによ。本当にあいつ？きっとそうに違いないという警戒を促す。促しましょう。警戒？なんでそんなもんが必要なんだ。だって違うかもしれないもん。ほら、本当に？あ、水のサートじゃん。あれは敵か？あ、これやる感じ？おいや、ぶっ潰してやる。あ、待って、オリオン。体が乗っ取られた。乗っ取られた。やめてくれやめてくれ。次は格闘はよいしょ。ぶっ飛ばすぞ。痛い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 、めっちゃ痛い。痛いよ、もう本当に。エーテル、エーテル。え、いやでもボルドか。痛いのは今のなんだっけ。ビーム。ミルザードって強いね。いやこれ無理だよね。コントロール受けてんだよね。でもさ、なんかちゃんとこういう風に人がいるんだもんね、それらしいところって。というわけでですねマーク、確か重力攻撃だったよね。というわけでエイリアンキラーと重力耐性で、なんかところどころドールスーツなんてちょっと怖いところもありの、ちょっとこうマシンキラーなんてますね。なんかいいんですかね。とは言ってもビーストキラーかマシンキラーになっちゃうんで、はい、ここでデバイス変えろよっていう。行きましょう。撃って出ますわ。接近して崩して。で、テンションちょっと溜めてきました。おぉ、150になってる。よかったよかった。覚悟はよくって。オーカーアブー。余裕だな。余裕でしたね。これがあいつ、あいつの最後の体友達の死を前にしたイエルブの慰めの言葉をかける。友の死を認めなければ前には進めないとザトス。慰めね、サトシ。分かってるんだ。だけどよ、どうやって受け止めたらいいんだ。あいつはもう戻ってこないんだ。ずっと二人でやってきたのに、
これから俺は一人でやっていかなきゃならない。ほんとね。え、ていうか、あれはどうなったの？セントラライフにはデータないの？あるんじゃないかな。生きていく、一人で生きていく強さがイエルブには必要。相棒ならここにいる。どうだろうな。本当に覚悟はいるよ、そのセリフって。ゲームだから言えるけど。ちょっと待って、これすごいね。どうしよう。だって、これはこれで冷たくない？中間が欲しいんですけど。なんだろう。その相棒の代わりにはなれないけど、うわ、これちょっと本当に人によって、あれですね。性格が出ますね。いや、イエルブは嫌いじゃないんですけど、ちょっと残念ながら私、エルマさんラブなんで。いや、でも本当にだってこれ、こう、相当覚悟がいるよ。ちょっと涙が出てきた。どうしよう。ちょっとごめんね、長くて。いや、本当にリアルにいろいろ考えてみたんだけどさ。自分がそんな気がないのに変に期待を持たせるのもあれなので。ごめんなさい、私は上かな。あいつも、そんなことを言ってたような気がする。自分がこの戦場で倒れても、涙なんか見せずに、笑って生きろ。強い兵士は寄りかかることも一人で歩いていくこともできるんだからって。なるほど。思えばあいつは自分がいなくなった時、俺がやってけるかずっと心配だったのかもな。お前の言う通りだ。俺は強くなってあいつの言葉に答えなきゃならねえ。俺のダチは死んだんだ。この体もすぐに弔ってやらねえとな。行こうぜ、相棒。こんなところで立ち止まってる暇はねえ。俺たちテスタメントが見つけてくる残骸には NLA の連中にとって大切なものが山ほど埋もれてるんだ。ミラージュに落ちた白鯨の残骸から地球の思い出全部持ち帰ってやらなきゃよ。きっとあいつだったらそんな風に駆け回ってたと思うんだな。これからも頼むぜ、相棒。一緒にでかい仕事成し遂げてやろうぜ。なんだろう、私が思ってたのが半分伝わって半分伝わってなかった感いやでもね、なんかね、すごい、なんかこう、私が言えなかったことが、を、イエルブが言ってくれてよかったです。なんだろう、なんか本当私いつも言葉足らずですいません。はぁ、そうね、そうね。なんか、いろいろ考えさせられるクエストが多いですね、他方面に。なんか本当いろんなクエストがあるね。すごいなぁ。彼の幼馴染は死んだ。しかし、イエルブは立ち止まらず、これからもテスタメントとして職務を全うする決意を固めた。金のスタピライザーとかなんだろう。マテリアルなんだろうけど。パワードガンナー。はい、ん？そうです。懸案事項であった疑似記憶については、安定領域に達しています。また第三者の協力もあって人格の固定化にも成功したといえます。以降これをマスターピースとし量産中の J ボディにプリセットしていけば。はい、わかりました。これより計画の第二フェーズへと移行します。
これ一応さ、課金キャラの絆クエストですよね。こんな大事なもん見せる？いやーねー、あのねー、そうなんですよ。そうなんですよ。だってイエルブさ、イエルブも記憶がないんでしょ？で、私も記憶がないんですよ。で、ちょっと思ったのが、イエルブって、名前ってなんか11じゃん。で、なんかもう一人ね、それらしい名前の人がいたんですよ。で、なんだろう、そういう、人が、もっと作られた人間っていうのかな、が、こう、ナンバリングとして何人かいて、その中にさやかもいると思うんですよ、主人公。で、まあ、さっき言ってたエレオノーラが私は何でもわかるんですよって言ったのも、イエルブが被検体だったからわかるし、これからイエルブが進む道もわかるから、ちょっとどんどんこう素材を渡していくみたいな感じで、エレオノーラとこう結構深い関係があるんかなと思ったり、イエルブもさ、私一番最初になんでこんな人を白玄に乗っちゃったのって思ったけど、こう被検体としているなら、こういう性格の人もどういう風にこういうミラで生きていくんだろうって考えると、必要なサンプルといったら必要なサンプルじゃないですか。だからさ、なんかなんだろう、これだけいろんな方面のことを考えてるゼノブレードクロスだから、そういうこともあるんじゃないかなって思ってました、ずっと言う機会がなかったけど。なんか怖いムービーだった。課金クエなのに恐ろしいですね、ゼノブレードクロス。だってさ、いや、まだアートオブミラーの最後の方読んでないですよ。だってさ、なんだっけ未公開資料みたいなところが、このゼノブレードクロスの五大陸以外にもまだあるみたいだみたいな書き方がしてあったんで、してあったし、今回のレベルが60までじゃないですか、最大レベルが。ってなるとやっぱり次回作を作る気満々ないんやん。だからまあそういうところも、そういうところを解明していくんですかね。解明していってほしいですね。というわけで、なんかめっちゃ深い、なんかこうクエストでしたね。面白かった。ありがとうイエルブ、これからもよろしくね。というわけでご視聴いただきありがとうございました。そういえばなんかここに、ま、うん？なんか可愛い子が寝てる。あ、待って、これオーバード。ここオーバードだ。ちょっと待ってね。絶対にこれね。なんか出てきそう。他のオーバードが出てきそう。